パスポーラス TV 楽しい話をしたいと思います。いいですか？ためになる話がいいですか？どうすか何の話がしてほしいとかあれば、むしろその方が話したいです。クリリグいいですか？クリリグでちょっと難しいかもしれないんですけど、クリリグって何なのかっていう話をしていいですか？ちょっとわからない人もいると思うんで、小池って知ってます？旧小池とか、小池17ミリとか、今日とか買った人いると思うんですけど、僕がいつもクリリグって言ってるっていうのが、いや、これは一応まあ、そうだよね。こっちだ、知ってるね。君知ってるね。君なんか知ってるね。そこのお兄さん。これね、これクリリグって言います。寄ってきた。入ってこい。これクリリグって言います。知ってる人？はい。知らないですよね。知らないですよね。聞いたことある。あいつやってないぐらいの。結構ね、旧小池とか、小池17名、まあ、こういうルアーを、どうやって使ったらいいのって人結構多いんですよ。わかんないですよね。ね。どうやって使ったらいいのみたいな。で、そういう人のために出した、僕が考案したりがクリリグって読ませてもらってます。で、この毛がついてるやつっていうのが、これエラストマーっていう素材で浮くんですよ。この旧小池とか小池17ミリ、小池13ミリって投げたらもう浮くんですよね。でそれを、沈めましょうと。ということで、重りを乗っけたジグヘッドっていうね、針に重りがついたやつで、沈めてるっていう話です。これはクリリグって言います。で、なんでこれがいいのかって話なんですけど、まず、小池という素材、エラストマーなんで、浮こうとするします。基本的に。浮きたいよ！だからそれを、重さ乗せることで沈ませたいよ！で、間でこう、行ったり来たりじゃないけど、まあ、ふわふわさし、したくなるというのでちょうどいい食わせ要素が出るよっていうリグになります、ね、でここにガードがつく。ガードって言ったら針にこう針金みたいなのついてて、針金じゃないけどね、まあブラシがついてて、笑ってる大丈夫じゃあ思んない、大丈夫、いける思んない、いけるっすか、あ大丈夫ですか、まだいける、思んなくなったらもうちょっと次の話してとか言ってもらった方がいいんで、大丈夫、勉強になってる。あ、ほんまに？ジグヘッドについてやつがクリリグっていう。そうです。ジグヘッド。そうです。ただジグヘッドに小池つけてるやつをクリリグって言っちゃってるんですよ、僕が。そうですよ。ずっとね、なんか、余分についと思うんかなと思うんで、ずっと動画30回くらいかかるんですよ。めっちゃ見てますね。で、この間、そこのお兄さん。で、撮ったじゃない。あ、サタンさん。違う。アンリアさんの紹介で。あ、出てました。インチワッキー使う。そう。これだけです。なるほど。だから、どんないいワームとか、ルアーとかあっても、例えばワームはそうなんですよ。特に、リグがないことにはね、釣りにならないんですよ。針を刺さないことは釣りにならないんですよね。魚をかけて釣るんで。で、考えたときに、じゃあどんな針、どんな重りをついたものを使おうっていう話なんですけどね。で、これの使い方っていうのが、このガードがついてることによって、カバーってわかりますかね？木とか、ゴミ溜まりとか、ああいうややこしいとこに入れれるんですよ。こう。で、ここでね、シェイクって言ってね、ビューンってやって、こう魚食いたくなるじゃないですか。こういう釣りは結構水中でやってるよって話です。ビーンって。だけど、やった後に引っかかるんじゃないのと思うとこが、ここにブラシがついてるので、もう回収できちゃうよっていう話。結局、小池13ミリとか17ミリ、人気商品だから、買ってみよう。買ってそのままの人結構多いんですよ。結局はそれを活かせるリグっていうのを使わないと、本当の釣り人じゃないというか。やっぱ釣ってなんぼなんで、そこだけちょっと注意して、もし旧小池今日買ったとか、いう人がいるのであれば、試してみてください。これがクリリグという。
わかりましたね。ちょっと難しかったかもしれないんですけど。で、例えばなんですけどね。簡単に一番釣る方法っていうのは、やっぱり、ブラックバスは、カバーって障害物についてる時が一番口を使うんですよね。これわかりますか？